着8レース2次予選 B1 着になりました。京都の丸子選手です。1着おめでとうございます。ありがとうございました。今日は3分戦で後ろからになりましたけども、作戦はどういうふうに考えられてましたでしょうか。初手2番車なんで前の方から始めたかったんですけどね、僕のちょっとやっぱりスタートの遅さ、反応の悪さから一番後ろになってしまって、まあ本当にこう3分戦にしては第3希望っていう感じのきつ攻め方でした。でも後ろからだったので一度切りに行ったところ、あの吉田選手が切りに行かずに中段に入りましたけども、あの辺りはどういうふうに見てました。まあ、別に僕は誰が切ろうがしっかり1回切って内から勝負っていうのを考えてるので、まあ、あのまま町田君来へんかったら先行も考えてましたし、うん、まあ、ちょっとやっぱり思った以上にこう仕上がりの悪さから先行までのペースが上がらず、まあ、町田君をが期待かましてこれるようなペースになってしまったんですね。はい、あそこを松田選手がかましてきて、ちょっと立て直す形で4番手入りましたけども、あの辺からまた松田選手のあのかましをしっかりと捉えたっていうのは、悪いながらも実はどうなんですか、その辺は。もう本当にこう今まで京都の先輩がしてきた、本当にこう一層一層あの気持ちを振り絞って、あの体力を振り絞って走るっていうのを今回さえテーマにしてるんで、まあ、本当にこう今日は振り絞れたかなと思います。まあ、車検も売れてましたし、まあ、しっかり決めようと思ってました。昨日はワンデ戦で、まあ、今日は前でしたけども、2走してみてどうでしょう、このまま 500m も含めてですけど。まあ、もう疲れは本当に溜まってるんで、うん、肉体的には本当に振り絞るのは心がけて、まあ、500番区はもう関西にはやっぱりないんで、まあ、こうもうちょっと馴染んでくるかなと思います。はい、今日自力でやったんで、まあ、この後もしっかりと疲れを抜くことに専念という形ですかね。そうですね、クールダウンとしっかりして頑張ります。わかりました。では準決勝、その後に向けて意気込みをお願いします。明日も振り絞って頑張ります。応援よろしくお願いします。